大剣門院が中起こし後に、上西門院も重した、奉公合院城西門院兵衛もしくは1184年頃は、平安時代後期の女流家人。父は、村上源氏仁儀白元剣仲姉妹に、県中継所、大部天寺大剣門院堀川がいる。大剣門院兵衛とも呼ばれる。姉の堀川と共に、 蕎麦天皇の中宮の大剣門院藤原明子に出資、後にその御子で祭院を退いた、上西門院元内親王に出資した。1160年、上西門院の落職に従い、出家している。金曜和歌集以降の直線集、旧安百首等に作品を残している。油麺を刺し油にしたり蹴る害とかぐわしく、匂いければ、 灯火は焚物にこそにたりけれ、城西門院、兵衛長寺頭の荒野にようらん大剣門院堀川、筑波州下城西門院にて若き天井の人々、兵衛の曲に、アヒモをして、武者のことに紛れて、歌をも、ひいずる人なしとて月の頃歌読み、レンガ続け何度せられけるに、武者のこといできたりける、続きのレンガに草を照らす弓張りの月伊勢に、人の舞うできてかかるレンガこそ。 ひょうえどののつぼねせられたりしか言いすさみてつくる。ひとなかりきと語りけるを聞きて心切るてなる氷の、影のみか、聞きがきしゅう。ひょうえの曲無者の折り伏しうせられにけりちぎりたまいし、ことありしものをとあわれに覚えて先だたばしるべせよとぞ。ちぎりしに遅れて思うあとのあわれさふつしゃりをわします。われ先だたばむかえたてまつれとちぎられけりなきあとの重もき。 片身には価値を期し、名残の末をまた伝え蹴り、聞き書き集。ありがとうございます。